スパイテン大ビル側の入り口とヘンリー・ハドソン橋及び、スパイテン大ビル橋。ハーレム川運河の建設によって、スパイテン大ビル側のうねりはまっすぐに改修され、マーブルヒルはマンハッタン島から切り離された。また、ブロンクスの一部は逆にマンハッタン島の一部となった。インウッド、ヒルパークから見たスパイテン大ビル川。C の文字は、この川のマンハッタン側にボートハウスなどの運動競技施設を持つコロンビア大学の頭文字を表している。スパイテン大ビル川はニューヨーク市のハドソン川からハーレム川運河及びそれに隣接するハーレム川に至る水路である。この川はマンハッタン島とザ・ブロンクスを隔てている。この川の北のブロンクスの地区はスパイテン大ビルと呼ばれている。スパイテン大ビルとは、字義的には悪魔のほとばしりを意味する。これはこの辺りの海域で激しく荒々しい潮流が見られたことを表現している。また、噴出する悪魔、回転する悪魔、悪魔の渦、または悪魔の大水と訳されることもある。スプ及びスポイトは現在でも排水溝を表す一般的なオランダ語として用いられている。スパイテン大ビル川が初めて横断できるようになったのは E.N. フィリップス・マナーの領主であり、英国王に忠誠を誓っていたオランダの貴族 E.N. フレデリック・フィリップスによってキングスブリッジが建設された1693年のことであった。この橋はおおよそ現在の西230丁目の南にこの通りと並行して架けられていた。後にキングスブリッジと呼ばれたこの橋はサザンウエストチェスター郡とマーブルヒルをつないでおり、ボストン郵便道路 EN の通り道であった。この橋は、かつてはその下を通っていた、スパイテン大ビル川床が埋められてから、現在も、その地下の、かつてと同じ位置に眠っていると言われている。この川は、マーブルヒルの南側の、現在のより深い運河へと付け替え工事がなされた。スパイテン大ビル川はもともと、マンハッタン島のマーブルヒルの北側を流れていた。1895年にマーブルヒルの南側に、現在のハーレム川運河が建設され、マーブルヒルは島となったが、1914年にマーブルヒルの北側を走っていた元のスパイテン大ビル川が埋め立てられ、北米大陸の一部となった。現在は物理的にはブロンクス区と隣接しているが、行政上は、マンハッタン区の一部となっている。さらに1930年代になって、この川の西側の付け替えが行われ、こちらは、もともとは、ブロンクスの土地だった一部が、マンハッタン島に取り付けられることとなった。現在のインウッド、ヒルパークナチュラルセンターのあたりがその部分である。スパイテン大ビル川を横断する橋は3本、架けられている。西から東へ、順に、脚注。ありがとうございます。